ドジャースの大谷翔平選手が本拠地で行われたレッドソックス戦に1番指名打者として出場し、見事な二塁打でチームの逆転勝利を呼び込みました。この試合で突出すべきは、フレディ・フリーマン選手の劇的な満塁ホームランです。この試合はドジャースの後半戦を象徴するような素晴らしい逆転劇で観客を魅了しました。 大谷選手とフリーマン選手の活躍、そしてロバーツ監督の称賛を受けたこの試合の詳細を振り返ります。大谷翔平選手は19日、日本時間20日の試合で1番指名打者として出場しました。この試合では4打数1安打、8回には重要な2塁打を放ち、チームの逆転勝利に大きく貢献しました。しかしか 彼は今シーズン7度目の1試合3三振を喫するなど課題も見えました初回の第1打席では過去に基本塁打を放っているキレッタ投手と対戦しましたが空振り三振に倒れました3回の第2打席も同様に空振り三振に終わり6回の第3打席でも空振り三振で今シーズン7度目の1試合3三振となりましたしかし 1>, 1点を追う8回に迎えた第4打席で大谷選手は見事に左翼線へ2塁打を放ちましたこの一打が後に続くフリーマン選手の満塁ホームランを引き出し試合の流れを一変させました大谷選手の2塁打の後レッドソックスはスミス選手を経営しフリーマン選手に対するプレッシャーを高めましたしかしフリーマン選手はこのプレッシャーに負けず ライトスタンドに逆転満塁ホームランを放ちました。この一撃により、ドジャースは見事に逆転し、そのまま勝利を収めました。フリーマン選手の満塁ホームランにより、ドジャースタジアムは大歓声に包まれました。観客はフリーマン選手がダイヤモンドを1周する姿に惜しみない拍手を送り、試合は一気にヒートアップしました。試合後 ロバーツ監督はフリーマン選手と大谷選手の活躍を称賛しました特にフリーマン選手の満塁ホームランについてはグレートな回だったしグレートな打席でもあったと語りその重要性を強調しましたまた大谷選手の二塁打が試合の流れを変えたことについてもバルガスが出塁し翔平が二塁打を打ったからこそ相手監督は決断を迫られた とコメントしましまたロバーツ監督は両選手のプレイがいかにチームに貢献したかを強調し彼らの活躍を喜びましたフリーマン選手は試合後のインタビューで大谷選手への賛辞を惜しみませんでした彼は驚かせるのをやめないねオールスターでスリーランを打って人々が何かやってくれると期待している時にそれをやってのけるのは素晴らしい そういう時に毎回やり遂げるのはとても難しい。本当にスペシャルな選手だ、と語り、大谷選手の特別な才能とプレッシャーに強い精神力を称賛しました。また、フリーマン選手は大谷選手とプレーオフに進出したいという強い意志を表明しました。翔平をプレーオフに連れていかなきゃ。彼はそのために生まれてきたような選手だよ、と語り、 チームの目標を再確認しましまたフリーマン選手は大谷選手がトミー・ジョン手術のリハビリをしながらプレイしていることにも言及しました人々が気づいていないのがトミー・ジョン手術のリハビリをしながらプレイしているということ毎晩の打撃はリハビリへの負担にもなるし怪我からの復帰は精神的にも負担が大きいけど そんな中彼は野球界でベスト打者として活躍していると語りその困難な状況にもかかわらず高いパフォーマンスを維持している大谷選手のタフさを強調しましたこの試合は大谷翔平選手と触れりフリーマン選手の素晴らしい活躍によりドジャースが見事な逆転勝利を収めた一戦となりました大谷選手の2塁打がフリーマン選手の満塁ホームランを引き出し 試合の流れを一変させましたロバーツ監督も称賛する彼らのプレーは今後の後半戦に向けて大きな期待を抱かせますフリーマン選手の大谷選手への賛辞や彼が大谷選手と共にプレーオフに進出したいという強い意志はチーム全体の士気を高める要因となっています大谷選手が持つ特別な才能と精神力そしてフリーマン選手の勝負強さが 今後のドジャースの成功に大きく貢献することでしょうこの試合の勝利はドジャースにとって非常に重要なものであり彼らが今後もさらなる高みを目指して戦い続けることを期待しますファンもまた彼らの活躍に期待し応援し続けることでしょう今後の試合での彼らのパフォーマンスに注目しドジャースがプレーオフ進出 そして世界一の座を目指して戦い抜き姿を楽しみにしています